私の方からはですね、防衛産業の現状とですね、産業基盤強化のためにですね、防衛省様と協力してですね、実施している経産省の取り組みの方を紹介させていただければと思います。まずですね、防衛白書の方でも触れられておりますが、今後ですね、防衛力の抜本的強化を図っていくと。このためにはですね、我が国の防衛産業における装備品の開発能力ですとか、あとは生産基盤の維持強化といったものが非常に重要になるというふうに考えてございます。ただしですね、防衛産業にはですね、多くの課題がございまして、非常に防衛産業を取り巻く今の環境というのは厳しいというのが現状となってございます。ちょっとその課題を紹介させていただきますと、一つがですね、やはりですね、防衛産業買い手がですね、自衛隊に限定されているということがございまして、やはり需要が限られているといった課題ですとか、あとですね、やはり各国でですね、熾烈な技術開発競争が行われてございまして、防衛産業非常に技術の陳腐化が早いといったような課題もございます。またですね、防衛装備品としてですね、非常に高い製品に対して要求水準が行われてございまして、こういった要求に応えるためにですね、特殊な技能が必要だったりですとか、あとは特殊な設備が必要になってくるといったような課題もございます。またこれに関連するんですけれども、非常にですね、秘密保全ですとか、そういったものへの要求といったものも高くなってございまして、そういった意味で高度なですね、サイバーセキュリティの対応といったものも必要になってくると。さらにですね、非常に大規模な設備の開発とかも必要になってまいりますので、非常に防衛装備品の提供しようと思いますと、サプライチェーンが膨大になってくると、そしてですね、どれかが欠けてしまうとですね、供給困難になってしまうといったようなですね、サプライチェーンリスクに対する対応といったものも必要になってくる。で、加えてですね、特にオーダーメイドで納入する必要がある、納入するですね、防衛装備品などに関しましては、利益率が固定に設定されておりまして、企業の方がですね、コスト低減努力をしたとしてもですね、なかなか利益率に反映されないですとか、あとは大規模な製品開発が必要になるときにはですね、どうしても契約期間が長期になってしまうんですけれども、こういった契約期間が長期になる際にはですね、当然今、物価ですとか人件費が上がっていると思うんですけれども、こういったコスト上昇をですね、配慮なかなかしないと利益率上がってこないんですけれども、こういったコスト情報をですね、コスト情報上昇に関してですね、調整するような規定がないといったこともございまして、なかなかですね、利益率が低い状況になってしまって、十分な額の利益率をですね、水準の利益率を確保できないといったような課題がございまして、結構ですね、防衛産業、残念ながら撤退をしてしまっているような事例もございまして、こういったことの解決といったものを行っていくことがですね、防衛力の抜本的強化には必要になってくるというふうに認識してございます。まあ、こういった状況を踏まえまして、特に防衛省さんの方でももろもろ対応いただいてございまして、先ほどですね、ご紹介もあったんですけれども、一つ大きな流れと大きな出来事といたしましては、防衛省さんの方でですね、こういった防衛産業の基盤を強化するための法律の方、先ほどご紹介あったと思うんですけれども、こちらを措置されまして、こちらがですね、本年の10月から施行されるといった形になってございます。具体的なメニューをちょっと私の方から紹介させていただきますと、供給源の多様化ですとか、あとは製造設備の効率化ですとか、あとはサイバーセキュリティの強化、もしくはですね、結構大きな問題になっているのは、結構サプライチェーン、下流の方に行きますと、中小企業も多くなってくるんですけれども、そういった事業者さん、どうしてもやはり事業承継といったものが大きな問題になっているんですけれども、こういった事業承継に対してですね、財政的な支援を行うといったものが内容になってございますし、かつこういった財政的支援でですね、なかなか支え切るのが難しい場合にはですね、その事業者さんが持ってらっしゃる設備の方をですね、まさに国の方で買い取ってですね、で買い取った設備を事業者さんにまた使っていただいてですね、引き続き生産を行っていただくといったような結構思い切った支援も盛り込まれてございまして、まあ、こういった対応がされていると。でかつですね、この法律の施行の際にはですね、経済ですとか産業に関連する事項に関しましては、経済産業大臣と緊密に連携してですね、協力して実施をするといった条項も盛り込んでいただいてございまして、経済産業省としてもですね、防衛省さんと連携してですね、こういった法制度を使いながらですね、防衛産業のですね、生産基盤の維持強化を図っていきたいというふうに考えてございます。
でさらにですね、令和5年度以降、今年度以降になるんですけれども、先ほど申しましたですね、収益性ですが利益水準に関しても新しい制度の方を防衛省さんにご用意いただきまして、具体的に申し上げますと、企業努力を利益率に反映ちゃんとしたりですとか、あと先ほど申し上げたですね、長期にわたる契約の際にはどうしてもコスト上昇が生じてくるんですけれども、そういった場合にはですね、コスト変動調整率といったものをしっかりとかけるといった形の制度をスタートしていただいてございまして、こういった制度の実施に関してもですね、経産省の方でも協力をいたしまして、防衛産業の生産整備の基盤の強化につなげていきたいというふうに考えてございます。で具体的にはですね、こういった制度を作っていただいたとしても、やはりサプライチェーンのですね、下流を中心として全体にきちっとですね、この利益率といったものが反映されるのが重要かというふうに考えてございまして、でこのためですね、経済産業省の方ではですね、今防衛省と連携いたしまして、防衛産業特有の事情を踏まえたですね、防衛産業下請けのガイドラインといったものを策定していこうというふうに考えてございまして、現在事業者様へのですね、ヒアリングを実施してございまして、その結果を踏まえて今後ですね、さらにですね、アンケートを通じて情報収集を行った上でですね、ガイドラインの方を取りまとめていきたいというふうに考えてございます。で加えまして、やはり防衛力の抜本的強化のためにはですね、安全保障上不可欠な技術性優位といったものを確保していくことが大切になると思うんですけれども、このためにはですね、従来の防衛分野以外で起こるですね、さまざまなイノベーションといったものを取り込んでいくことが今後大変重要になってくるというふうに考えてございます。でこのためにはですね、新たなプレイヤーをですね、防衛産業の参入をさせるといったことを促していくことは非常に重要かというふうに考えているんですけれども、でかつこれはプレイヤーに関しましては分野を限らずですね、ぜひさまざまなプレイヤーにですね、防衛産業の方に参入できるようにしていきたいというふうに考えているんですけれども、私どもといたしましては結構スタートアップが非常に重要かというふうに考えてございまして、その理由といたしましては、スタートアップはですね、さまざまな分野におけるですね、やはり先端技術ですとかイノベーションに関して非常に豊富な知見を要しているというふうに考えています。加えまして、イノベーションをですね、社会実装していく際にはですね、先端技術を活用して段階的に製品開発を行っていくというアジャイル型の研究開発の重要性が近年高まっているというふうに思うんですけれども、こういった形の研究開発を行う際にはですね、やはりリスクを取ってですね、機動的に製品開発を行うことができるスタートアップの機能といったものがますます重要になってきているというふうに考えています。このためですね、防衛省さんですとか自衛隊におけるですね、スタートアップの活用を促進するためのですね、マッチングとですね、あとスタートアップ参入促進に必要な支援ですとか環境といったものはどういったものがあるのかといったものを議論するですね、場をですね、防衛省さんと一緒に今開いてですね、検討を行っております。今申し上げたようなですね、取り組みを通じてですね、防衛産業の魅力を向上するとともにですね、いろんなプレイヤーの新規参入といったものを図っていきたいというふうに思ってございます。すみません、私からは以上になります。竹澤様ありがとうございました。藤高室長、今竹澤客官からの、コメントに関して何か、追加でありますでしょうか。はい、竹澤客官コメントありがとうございます。まさに防衛装備庁がこの通常国会で成立をさせました法律について言及いただきましたりとか、あるいは後半民間でイノベーションが起きているですね、そういった先端技術をいかにこう防衛装備品に取り込んでいくかという、そういう重要性についても言及をいただきました。その認識は全く我々としても同意するところでございまして、まずこの法律は、10月1日に施行しておるわけですけれども、これの執行にあたってはですね、当然防衛装備庁主体にやっていくということではございますけれども、まさに産業政策という観点から経産省さんともしっかりと連携をしていく必要があろうということは思いますし、また先ほどのスタートアップの皆さんとの会議体等についても言及いただきましたけれども、そうした取り組みを使ってですね、しっかりと防衛産業に対して新規に参入をいただけるような、そういう環境を作っていくということは防衛省としても重要な課題だというふうに考えておりまして、経産省さんと一緒にしっかりと取り組んでいきたいなというふうに考えておるところでございますので、引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。藤田室長、竹田企画官ありがとうございました。それではこれを質疑応答に入ります。まず最初にすいません、経済安全保障の質問が来ておりまして、防衛省では経済安全保障についてはどのように扱っておられるんでしょうか、専門の部署があるわけではないですよねということなんですが、はい、経産省的にもそこは、はい、関心がある分野です。
はい、ご質問ありがとうございます。経済安全保障についてはですね、一応組織としては官房参事官というものを一つ組織としては設けておって、そこで経済安全保障に関する取り組みについて、政府全体の取り組みでございますけれども、それに対して防衛省としても協力をしていくという、そういう体制を整えておるところでございます。例えば白書に今回記載させていただいているところを少しピックアップするとですね、例えば技術について先ほどお言及ございましたけれども、まさに、もう今技術というものはその民生なのか軍需なのかという、そういう二元論では語れないところがございますけれども、そうした中で研究開発いかに充実したものを展開していき、さらに防衛装備品にも資するような、そういったものをしっかりとやっていくのかということが重要になってくるわけでございますが、そのための一つの経済安全保障の観点での取り組みとしては、K プログラム、経済安全保障重要技術育成プログラムだったかと思いますけれども、そういった安全保障にも資するような、そういう技術開発を後押しする、そういうファンディング事業が展開をされております。これが内閣府さんだとか経産省さん、文科省さんが主体となって進めておられる事業だと思いますけれども、そこに防衛省としてもしっかりとコミットをしてですね、その公募の段階、その前段階もそうですし、公募それから採択されて以降のですね、その執行の段階においても防衛省としてしっかりとコミットしていこうと、そういったことを考えておるところでございます。あるいは対内直接投資の審査ということは、まさにこれは制度としては財務省さんで所管をされておるところだと思いますけれども、そこに安全保障的なしっかりと知見を共有するという観点でですね、確か防衛装備庁の装備政策課に新たにその窓口となる部署を、専門の部署をですね、しっかりと立ち上げて、装備情報統括室だったかと思いますけれども、そこで一元的に管理をすると、それでしっかりと政府としての対内直接投資審査の対応に防衛省としても協力していく、コミットしていくという、そういった体制を整える、そういった形で対応しておるところでございます。はい、ありがとうございました。もちろん経済安全保障に関しては政府全体でも、それから内閣の府との安全保障の部署でもやっておりますけれども、防衛省の中にですね、経済安全保障に関する担当官もいらっしゃるというのは大変心強く思います。それでは次の質問ですが、大変分かりやすいご質問を、ご講演をありがとうございました。日本の安全保障のために、民間企業や大学メディア、市民が何ができるかということに関してのご質問をいただいております。確かにそれぞれの、主体がですね、こういったその安全保障に関するマインドを高めていくのはもちろんなんですが、何か具体的にこうアドバイスというのは、あるいはそのリクエストというのはありますでしょうか。はい、ご質問ありがとうございます。まず民間企業さんということで言うと、先ほど竹田企画官からもご説明いただいた通り、まさに防衛産業の皆様が中心だと思いますけれども、なんて言いますか、我が国はそのいわゆるその工廠ですね、国有の兵器工場というのは持っていないわけでございまして、防衛省自衛隊というのは完全にその装備品というのは民間企業の皆さんに依存しているというところでございます。そういう意味ではいかに防衛省が声高々とですね、戦略を掲げ、人を増員したところで、まともに戦える装備品がなければ何もならないわけでありまして、そうした、そしてまた最先端の装備品をいざ導入してもですね、それをしっかりと運用できるように維持整備が必ずできなければならない、そういった環境をしっかりと構築していく上ではですね、やはり防衛産業の皆様方の協力というのは欠かせないものであります。まさに先の通常国会で成立をしました法律も使って、防衛省としてしっかりと産業の強靭化ということを図っていくというのはもちろんの前提ではありますけれども、やはり企業の皆様方におかれてもですね、この国防に携わるというその崇高な使命というものをぜひ評価をしていただいて、積極的に装備品に関するですね、産業分野についても関わっていただけると大変ありがたいなというふうに私個人としては思っておるというところです。また大学ということでございますけれども、やはり一義的には技術の分野かなというふうには思います。やはり最先端の技術というのは、スタートアップといった民間企業の中でということも当然だと思いますけれども、大学の研究室などでも進んだ研究をされているというふうに承知をしておりますし、そういったもの技術がですね、必ずしもその研究室が軍事のためにやっているというわけではないと思いますけれども、そういった技術が将来的には装備品の能力向上、あるいはこの国を助けるため守るためにですね、不可欠な技術になるという可能性は大いにあるわけでありまして、そういう意味では今防衛省においてもですね、
直接的に大学の研究室さんが取り組まれるその研究開発に助成をするようなそういうファンディングの事業もやってございますので、そういったものも活用しながらですね、安全保障の分野にもぜひ関わっていただけるとありがたいなというふうに思っておるところでございます。また一般市民の皆様ということも言及いただいておりますけれども、やはり一番防衛省自衛隊として期待するところは、ぜひ応援していただきたいなというところがございまして、近年ですね、やはり東日本大震災以降はとりわけその顕著な動向が見られると思いますけれども、あまりこう防衛省自衛隊に対して悪くいい印象を持っている方というのはそんなにいらっしゃらないんだろうなというふうに思いますけれども、今日の説明の中ではあまりご紹介できませんでしたが、やはりこの国を守っているのは一人一人の人でありまして、まさに危険な任務に日々従事している自衛官もたくさんおります。国境の地域もそうですし、あるいはこの護衛艦にずっと乗りっぱなしでですね、我が国周辺の海域を警戒監視に当たっている、あるいはその国外においても警戒監視任務についている、そういった隊員もおりますし、あるいは先日在外邦人の輸送ということで、自衛隊機を用いてですね、中東の地域にいらっしゃる方を日本に輸送すると、そういった任務を行ったというようなこともございます。そしてあるいはより身近なところで言うと、災害対象ということでですね、例えば夏にはよく大雨による被害というものが起きますけれども、その時にやはり対応に当たるのはその地域における陸上自衛隊の部隊が出ていく、航空自衛隊、海上自衛隊はもちろん関わりますけれども、そういった災害対象という場面、平時の中のですね、災害に対する対応においても主体的な役割を担っていて、常にこの国を守るために一人一人の隊員が活動しておるという現状がございます。ぜひそういったところにですね、目を向けていただいて、また防衛問題というものに関心を持っていただいて、今日の講演をきっかけにですね、防衛白書も手に取っていただけると大変ありがたいなというふうに思っているところでございます。ありがとうございます。それでは続いての質問なんですが、新明和工業の水難救助用の飛行機、飛行艇の件ですね、多分民間販売は難しく生産の維持が、難しいと、報道にありました。 ODA と組み合わせて海外に提供するなど施策はないものでしょうかという質問をいただいております。確かに私も新明和の飛行艇、素晴らしい技術だと思うんですが、こういったその、素晴らしい技術を海外に展開するというのはなかなか進まないものなんでしょうか、いかがでしょうか。そうですね、ちょっと私も直ちに明確なお答えを持ち合わせてはいないんですけれども、確かにその US2 ですかね、新宮工業 の、 水難救助用の飛行艇というのは海上自衛隊でも運用しており、まさに水難の際のですね、救助用として大活躍している航空機であります。ただそういう用途というところもあってですね、なかなかこの民間の需要が見込めないというのはそれはその通りだと思いますし、そういう意味では先ほど防衛産業の課題というところでご説明もありましたけれども、需要者が主として防衛省自衛隊に限られるという中ではですね、なかなか販路を拡大できない中、維持整備あるいは製造のラインのところを保ち続けるというのは企業としても難しいところがあるというのは現状としてあるんだろうというふうに、それはおそらく US2 だけではなくてですね、さまざまな装備品のところでそういった問題が起きているんだろうというふうに思います。じゃあこれを海外にどう展開していくかということに関しては、まさにその装備移転をいかにしっかりやっていくかということになっていくわけでありますけれども、まず一つ大前提としては、装備移転に関しては防衛装備移転三原則という大きな決まりがありまして、それをどういうふうに扱っていくのかということは、今主としてですね、自民党公明党の有識者、すみません、実務者のワーキングチームで議論されておるところではございますけれども、そうした議論の動向も見ながらですね、ただ当然先ほど私も申しましたけれども、その基盤というものが失われては自衛隊も何も行動できないということになりますので、それをいつどのように維持するかという観点からですね、装備点も含めてしっかりと検討していくということが大事だろうというふうに考えております。
ありがとうございます。あと、最初の方にいただいた質問で、日本のドローンの能力は世界的に高いのでしょうかという質問がありまして、これ経産省武田さんから何か何かコメントいただけますか、こちら。はい、ですね、日本のドローンでかつ民間で販売されているものの話になるんですけれども、ドローン大きくですね、空撮等に使われます小型のものとですね、物流等に使われる結構中型から大型のものというのがございまして、まず小型の方でいうとですね、今中国製がだいたい世界の市場の8割から9割というふうに言われてございまして、結構もう残念なことなんですけど、私の立場からすると残念なことなんですけれども、日本には有利な立場にないと。で、中型大型の物流に使われるものに関しましては、今まさにですね、世界各国の方で技術開発をしてございまして、今どこが優位というのはなくてですね、今まさに競争しているところになっているという状況となってございます。それで、経済産業省といたしましては、やはりですね、ドローン今後非常に重要な製品になるというふうに考えてございまして、小型のものも含めてですね、小型とあと中型大型のものも含めて一つ大きくやってございますのが SBIR という中小企業ベンチャー支援の制度があるんですけれども、そちらでまずですね、小型の方に関しましては、世界的に見てもですね、ちゃんと優位性といったものを担保できる機体の開発といったものを開始してございまして、かつですね、中型大型に関しましてもですね、同じく SBIR 制度を使ってですね、技術優位性を持つ機体といったものの開発というのを今進めているところです。はい、ありがとうございます。いくつかご質問いただいておりますが、すみません、ちょっと時間の関係で、最後にお二人から、コメントをいただく形でクロージングとさせていただきたいと思います。それでは、滝沢様、何か最後に一言いただけますでしょうか。はい、いろいろ話があったと思うんですけども、やはりですね、防衛力の抜本的強化といったものは国を挙げてですね、行っていく必要があるというふうに考えている非常に大事なテーマだというふうに思ってございまして、私どもといたしましてはですね、やはり産業防衛産業のですね、基盤強化を通じてですね、これにできるだけ貢献していきたいというふうに考えてございます。皆様におかれましてもですね、いろんな場面でご支援ご協力いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。武田企画官、ありがとうございました。それでは藤田室長、お願いいたします。本日はこのような機会いただきまして本当にありがとうございました。まさに今武田企画官おっしゃったようにですね、防衛力の抜本的強化ということは防衛省自衛隊だけで成し遂げれるものではなくて、政府全体でしっかりと対応していく必要がある課題だというふうに考えております。その前提としては、やはり安全保障の問題に対してしっかりと国民の皆様の理解があって、その前提で我々は取り組みを進めていきたいというふうに考えてございますので、今日の機会にですね、もしご興味あれば防衛白書も手に取っていただき、安全保障に対して、より注目していただけるとありがたいなというふうに思います。今日はありがとうございました。藤高室長、武田企画官、本日はお忙しい中ありがとうございました。本当に今日は500ページを超えるですね、白書の中でも、最大ともいえる中小企業白書、小規模企業白書も合わせると600ページになるんですけども、1冊で500ページを超える白書という、非常にそういう意味では、国家の安全保障に関わるものでありながら、これだけ情報公開をしている白書というのは、私は大変びっくりをしております。結構読んでいただけると、こんなことまで公開していいのかというようなことまで書いてありますので、ぜひ手に取ってダウンロードしてご覧いただけたらと思います。で、そうした中、それを非常に分かりやすくご説明いただきまして、藤高室長に改めて感謝申し上げます。今日の話じゃなかったですけど、キッズページも大変ホームページ充実して、これもですね、私たちが理解するには、このキッズページでまず勉強したいと思うぐらい、非常に分かりやすく書いておりますので、ぜひご覧いただけたらと思います。最後にお話があったとおり、本当に人がすべてで、藤高室長は人の分野に関しても大変これまでも力を入れておられましたし、ぜひ来年度の白書もですね、素晴らしいものになりますように、記念をしております。講演概要にもあります通り、我が国は戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面していると言われている通りで、そういったことをですね、一人一人がしっかり認識しながら、日々の活動に、パレスチナも先ほどウファの方に病院にイスラエル軍が突入したというふうなニュースも流れておりますが、本当に厳しい世界情勢の中でしっかり指針を間違わないように進めていければと思っております。本日はご視聴いただきましてありがとうございました。